三輪の正男は、日本の薬学者、生科学者。学位は、薬学博士。静岡県立大学名誉教授。大阪大学タンパク質研究所共同研究員。静岡薬科大学薬学部講師。テキサス大学サンアントニオ工医学部研究員。静岡県立大学薬学部教授。静岡県立大学薬学部学部長などを、歴任した。 静岡薬科大学薬学部薬学科を卒業後、静岡薬科大学大学院に薬学研究科にて、エーテルリン脂質の動物組織における大社の研究と題した論文をまとめ博士課程を修了し、博士号を取得した。なお、薬学部の同期には、後藤彩子が薬学部及び薬学研究科の同期には、木苗直秀や谷沢久幸がいた。 大阪大学タンパク質研究所共同研究員、静岡薬科大学薬学部助手、講師を務めた後、アメリカ合衆国に渡り、テキサス大学サン・アントニオ校にて医学部研究員となる。帰国後は、静岡県立大学薬学部助教授となり後に教授、学部長も務めた。加えて、大学院では薬学研究科の教授も兼務した。また、 テキサス大学の客員教授も務めていた。日本薬学会大議員、日本製科学会評議員、日本資質制科学研究会幹事などの学会活動も行っていた。静岡県立大学を退職する際に薬学部の客員教授に就任し、薬学部教授の菅谷純子らが所属する生態情報分子解析学の研究室に席を置いた。さらに、 静岡県立大学から名誉教授の称号が送られた。専門は薬学や生科学であり、病態性科学、臨床科学、臨床検査学を中心とした学級活動を行っている。結晶板活性化因子の活性消去酵素やアレルギー疾患と遺伝子との関係、腸管出血性大腸菌によるベロ毒素障害、テーラーメイド医療に関する研究が知られている。 結晶中に含まれるアセチルヒドロラーゼの研究に際してアセチルヒドロラーゼが欠損する家系の存在を世界で初めて発見した。ありがとうございます。